ラーテル。ラーテル、マリベラカペンススは、食肉名いたチからアーテル属に分類される、食肉類。本種のみで、ラーテル属を構成する、別名ミツアナグマ。ラーテルは蜂の巣を襲う数少ない哺乳類であることが、知られており、鉱物の蜂蜜をめぐって、ミツオシエカの小鳥と共生関係にある。アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、 アンゴラ、イエメン、イスラエル、インド、イラク、イラン、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、オマーン、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニアビサウ、クウェート、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、シリア、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、赤道ギニア、セネガル、 ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、東郷、トルクメニスタン、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ネパール、パキスタン、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワラ、マラウイ、マリ共和国、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリタニア、モロッコ、ヨルダン、リベリア、レバノン、ルワンダ、西サハラ。タイプ産地は、希望本。 南アフリカ共和国。種商名カペンススもタイプ産地に由来する。体長60から77センチメートル。お長二20から30センチメートル。体重7から13キログラム。背面の体毛は主に灰色で、境は白く縁取られる。頭部から背面、尾にかけては白い体毛で覆われる。粉炭から覆面、獅子にかけては黒い体毛で覆われる。 皮膚は分厚く、特に頭部から背にかけての部位は伸縮性の非常に高い。それでいて、硬さを合わせ持つ柔軟な装甲となっており、生態的にもこれを最大の武器としている動物である。磁界がない。獅子には大きく発達したカギ爪が生える。肛門の近くに終戦を備える。入頭数は4個。2008年に発表されたイタチカの各 DNA や、 ミトコンドリア DNA の最大節約法、最優法、ベーズ法による系統推定では、イタチカ内ではアメリカアナグマに次いで初期に分岐した系統だと推定されている。かつてはアフリカ産以外をベッシュマリベラインディカとする説もあった。MSW3 では12亜種に分類されている。主に乾燥地に生息するが、森林や湿原にも生息する。 夜行性で、昼間は、軌道や岩の隙間などで休む。夜行性であるが、昼間に活動することもある。群れは形成せず、単独もしくは、つがいで生活する。木に登ったり、発達した前足と爪を使って素早く、穴を掘ることもできる。哺乳類、鳥類、果実などを食べる。蜂蜜や蜂の幼虫を好む。俗名マリベラは、ラテン語で、蜂蜜食い。 メルは、蜂蜜、ボーラは食いアらす、ムサボルの意で、英名ハニーバジャーも、蜂蜜や蜂の幼虫を食べることに由来する。蜂の巣を探すためにロ黒蜜オシエなどの鳥類と共生する。大型の肉食獣が倒した獲物を奪うこともある。食性は雑食で、小型の動物、虫、両生類、爬虫類、小型哺乳類などのほか、果実などを食べる。 血を這うような停止性ながら、馬が見せるパッサージュと同じ双方で広範囲を歩き回り、目に入った捕食対象を手当たり次第口にする。捕食者として、ヒョウライオンなどが挙げられ、幼獣はセグロジャッカルなどにも捕食される。蜂の巣を襲って蜂蜜を食べることもあるが、その際にノド喉ロ蜜教えやコ蜜教えといった特定の蜜教えのことり、蜂教え家との間で、 共生関係が見られる。これらの小鳥はけたたましい鳴き声を上げながら、ラーテルの周囲を飛び回り、蜂の巣を見つけたことを伝えた後、その在りかまで先導をする。目的地にたどり着いた、ラーテルは力任せに巣を壊し蜜を得るが、蜜をしへの小鳥たちは、道案内の報酬として、おこぼれの蜜ろうにありつく。地上性のラーテルは、小鳥のように、目ざとく、蜂の巣を見つけることはきず、 小鳥は見つけた巣を襲うだけの力を持たない。そこで、ラーテルと三尾氏へは協力し、それぞれの特技を生かして一つの目的を達成するので、ある。繁殖期になると気が荒くなり、大型動物に攻撃を仕掛けることもある。性質は荒く、捕食こそしないものの、人やライオン、アフリカ水牛等の大型動物に立ち向かうこともある。背中に柔軟な皮の装甲を持つため、 体を裏返しにでもされない限りライオンの牙も、鍵詰めも、ラーテルに傷を負わせることはできない。ライオンやブチハイエナが生息しない岩石砂漠や歴砂漠の生態系においては、ラーテルは事実上生態ピラミッドの頂点に位置する褐色ハイエナ等、砂漠に住むハイエナ類和解。危険を感じると、終戦から匂いの強い液体を噴射する。 猛毒を持つ者も,も含めヘビ類を食する。コブラ科のヘビが持つ神経毒に対して強い耐性を持つため、たとえ、これらの毒蛇に噛まれても一時的に動けくなるだけで、数時間後には回復し、活動を再開する。以上のように、ライオンやコブラなどはもちろん、人さえも恐れず、何にでも手を出して、食べようとする度によくさから、ザモーストフィラスアニマル。 世界一怖いもの知らずの動物として、ギネスブックに登録されている別項目、世界一の一覧哺乳類も参照。イタチアカのクズリは、熱帯域のラーテルに匹敵する日地、生態的地位を占める、寒帯域の雑食性哺乳類であり、ラーテルがライオンやハイエナに立ち向かうように、クズリも生息域がこむるヒグマや狼に立ち向かい、撃退することもある。 日本語による異名、過去の標準和名は、ミツアナグマ、ミツアナグマ。英名ハニーバジャー、中国語名、ミツ、と同様の命名である。ラーテル・ロトルは、アフリカンス語由来、学名は、ケープ地方の、ミツクイといった意味である。ギニア・ザンビアなど一部の地域では、他の食用とされる動物の減少に伴い、本種が、ブッシュミートとして、食用、流通することもある。 一部の地域では、死死や皮膚、内臓、脂肪が伝統的に薬用になると信じられていることもある。畜産業者や養蜂業者からは、害獣とみなされることもある。食用や薬用の狩猟、害獣としての駆除、ジャッカル類などの駆除などに巻き込まれたものも含む、などにより、個体群単位の絶滅が示唆されている地方もある。1978年に、 ボツワナの個体群がワシントン条約付属書 EE に掲載されている。1977年にガーナの個体群も付属書 EE に掲載されていたが2007年に削除された。2011年平成23年3月28日より2016年平成28年3月31日まで NHK 教育テレビの幼児向け番組 お母さんと一緒内で放送されていた着ぐるみによる人形劇ポコポテートの主人公のモチーフであった。ケニアの菊ユ族出身で自身の民族語である菊ユ語による分泌活動を始めた作家、クギワジオン語とによる合作劇菊ユ語においては物事は複数人で団結して進めることが慣用であるという大義のことわざがいくつか引用されているが、 そのうちの一つは、二匹のラーテルは、養蜂糖でしくじらないというものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。